i ングは IP ネットワークにおいて、濃度の到達性を確認するためのソフトウェアである。IP ネットワークにおける基本的なツールの一つであり、組み込みネットワーク管理ソフトウェアを含む、ネットワーク機能が実装されている、オペレーティングシステムのほとんどにおいて、何らかの形で用意されている。Ping は、発信元のホストから、宛先のコンピュータにメッセージを送信し、 宛先がそれに対して返した応答が戻ってくるまでのラウンドトリップタイムを測定する。この名前は音波のパルスを送信して反射音を聴取することで水中の物体を検出するアクティブソナーの用語に由来している。ピングはアイクンプのエコーリクエストパケットを対象ホストに送信し対象ホストからエコーリプライが返ってくることで到達性を確認する。プログラムはエラー。 パケットロス率、結果の統計的要約を報告する。これらは対象ノード間の回線状況を知るため重要な情報である。前日までアクセス可能だったサイトがアクセス不能、困難になった時に原因や状況を調べるのに有効なツールである。Ping が通るということは、少なくとも双方向に IP パケットが通り、対象から応答があったことを示す。 ドメイン名をノード名としてパケットを投げて正常にリプライされた場合は DNS の障害もないことが確認できる。例えばウェブサイトが閲覧できなくなっている場合、ウェブサーバのドメイン名でピングを打ち正常に応答があればネットワークも DNS も正常と判断されるのでより高レベルに位置するソフトウェア側に問題が起きていると推測できる。 つまり自身か相手のファイアウォールで HTTP 通信をブロックされているかもしれないし、相手の WWW サーバーソフトウェアに障害が起きている可能性がある。一部のオンラインソフトにもピング機能を持つものがある。ピングユーティリティのコマンドラインオプションとその出力は実装によって異なる。低ロードのサイズ、試行回数、パケットを通過させるネットワークホップ数の制限。 思考感覚などをオプションとして指定できる。多くのシステムでは IPv6 ネットワークで同様のテストをするための iCoom 付録を実装したユーティリティピング録を提供している。オンラインゲームなどにおいてサーバーとプレイヤー間の通信タイムラグをピングとして表示するものもある。また短時間で切断されるような特殊なセッションを定期的なピングによって強制的に放置するという。 使い方もある。ピングは1983年12月に当時アメリカ陸軍弾道研究所に勤務していたマイクムースが自身の管理する IP ネットワークでのトラブルシュート用に作成した。これは後に NTP を開発したデイビッド・エル・ミルズの IP ネットワークの診断と測定にアイクンプエコーパケットを使用することについての発言に触発されたものである。 ムースは、その挙動が、潜水艦などで使われる、アクティブソナーの発する音波の挙動と似ていることから、このプログラムをピングと名付けた。このことからピングを実行することを、ピングを打つと呼ぶ場合が多い。ムースはピングが何かの略語であることを否定しているが、ミルズによりパケットインターネットグロッパー、別の人より、パケットインターネットゴファーというバクロニムを、授かっている。最初に、 リリースされたバージョンはパブリックドメインだったが、後に BSD ライセンスの下でライセンスされるようになった。Ping は 4.3BSD に最初から含まれていた。RFC1122 では、どのホストも i c o ン m p エコーリクエストを処理し、エコーリプライを変装する必要があると規定している。しかし、セキュリティ上の理由から、これはしばしば無効になっている。 インターネットの接続性の問題の診断にも有用なピングであったが2003年末、ウェルケイアのようなピングをネットワークにフラットし標的を探すタイプのコンピュータウイルスが出現したり、悪意を持ったユーザーが攻撃目標の調査やネットワークに負荷をかけるなどの目的でピングの悪用を行ったため一部の ISP で i c o m p Type-8 パケットがフィルタリングされるようになった。 河川は利用者が入力する部分以下の出力例は Linux 端末から www.google.com へ IP トルズバージョンのピングからピングを打った結果である。p i n g w w w g o o g l e c o m p i n g w w w l g o o g l e c o m 5 6 b y t e s オブデータ 64bytes from 64.233 183.103iCrump, sequence イコール 1ttl イコール 246time イコール 22.2mise 64bytes from 64.233 183.103iCrump, sequence イコール 2ttl イコール 245time イコール 25.3mise 64bytes from 64.233 183.103アイクンプシークエンスイコール 3ttl イコール245タイムイコール22.7水 64bytes from 64.233 183.103アイクンプシークエンスイコール 4ttl イコール246タイムイコール25.6水 64bytes from 64.233 183.103iCrump, sequence イコール 5ttl イコール 246tim イコール 25.3mis64bytes from 64.233 183.103iCrump, sequence イコール 6ttl イコール 245tim イコール 25.4mis 64bytes from 64.233 183.103アイクンプシークエンスイコール 7ttl イコール245タイムイコール25.4ミズ 64bytes from 64.233 183.103アイクンプシークエンスイコール 8ttl イコール245タイムイコール21.8ミズ 64bytes from 64.233 183.103アイクンプシークエンスイコール 9ttl イコール245タイムイコール25.7水 64bytes from 64.233 183.103アイクンプシークエンスイコール 10ttl イコール246タイムイコール21.9水 ダッシュダッシュダッシュ,ュ www.l.google.compingstatistics10 パケッツト,トラミテッド10リシベド0%パケットロスタイム9008ミズ RTTminutes アベグ MAX までブイコール21.89624.18725.7181.619ミズ出力例からわかることは まず www.google.com というホスト名が DNS のクネムレコードにより www.l.google.com へ誘導され64.233-183.103という IP アドレスにリゾルブされているそして64.233-183.103に向けて10回ピングが打たれており出力の最後にピングの結果が出ている 結果からわかることは以下の通りである。以下の出力例は MacOS 端末から www.google.com へターミナルのコマンドピングからピングを打った結果である。ただし、コンピューターネームはコンピューター名、ユーザーネームはユーザー名である。コンピューターネーム、ユーザーネームドル PINGWWW.google.com pingwww.l.google.com 56データバイツ64バイツフロム66.249 89.104iCoompSequence イコール 1ttl イコール 238times イコール 30.556mis64 バイツフロム66.249 89.104iCoomp シークエンスイコール 2TTL イコール238タイムイコール30.41に水64バイツフロム66.24989.104アイクンプシークエンスイコール 3TTL イコール238タイムイコール31.27に水64バイツフロム66.24989.104アイクンプ シークエンスイコール 4ttl イコール238タイムイコール30.121ミズ6 4バイ t e s f r o m 6 6 2 4 9 8 9 1 0 4 i c r u m p シークエンスイコール 5ttl イコール238タイムイコール30.942ミズ6 4バイ t e s f r o m 6 6 2 4 9 8 9 1 0 4 i c r u m p シークエンスイコール 6TTL イコール238タイムイコール32.13に水。64バイツフロム66.24989.104アイクンプ。シークエンスイコール 7TTL イコール238タイムイコール30.680水。64バイツフロム66.24989.104アイクンプ。 シークエンスイコール 8TTL イコール238タイムイコール32.614ミズ64バイツフロム66.24989.104アイクンプシークエンスイコール 9TTL イコール238タイムイコール29.405ミズ64バイツフロム66.24989.104アイクンプ シークエンスイコール 10TTL イコール238タイムイコール41.360ミズ64バイツフロム66.24989.104アイクンプシークエンスイコール 11TTL イコール238タイムイコール32.176ミズ64バイツフロム66.24989.104アイクンプ シークエンスイコール 12ttl イコール2 3 8十八タイ,ムイコール、32. 3 2 3 2 1一ミズ c w w w l g o o g l e c o m p i n g s t a t i s t i c s 1 3パケツト,トラミテッド、12パケッツリシベド、7%パケット、ロス。ラウンド、トリップミニッツ、アベグ、マックス、ストデブイコール29.405。 31.999、31. 41.360、2.978ミズ。MacOS はユニックスであるため、Linux とほぼ変わらない表示である。今回は C オプションで回数設定していないため、割り込み文字で止めない限り永遠に続く。見方は Linux の出力例を参考。ログからわかることは、以下の出力例は Microsoft。 Windows XP 端末から www.google.com へ、コマンドプロンプト標準のピングを使用して、ピングを打った結果である。c, ping, www.google.com, ping, www.l.google.com, 64.233,183.103 with 32 bytes of data. リップライフログ64.233183.103バイツイコール十2タイムイコール25水 TTL イコール245リップライフログ64.233183.103バイツイコール32タイムイコール十二水 TTL イコール245リップライフログ64.233183.103 バイツイコール32タイムイコール25ミズ、TTL イコール246。リプライフログ64.233、183.103。バイツイコール32タイムイコール22ミズ、TTL イコール246。ピンスタティスティックス点6 4 2 3 18 3 183.103。パケツ、セントイコール4、ディシベドイコール4、ロストイコール0。 アプロクサモットラウンドトリップタイムズインミリセカンズ。ミニマムイコール22ミズ、マキシマムイコール25ミズ、アベレージイコール23ミズ。出力例からわかることは、まず www.google.com という、ホスト名が、DNS のクネムレコードにより www.l.google.com へ誘導され、64.233。 183.103という IP アドレスにリゾルブされている。そして64.233、183.103に向けて4回ピングが打たれており、出力の最後にピングの結果が出ている。結果からわかることは以下の通りである。また、次の出力例は日本版。 マイクロソフトウィンドウズ10端末から www.google.com へ2018年10月29日にコマンドプロンプト標準のピングを使用してピングを打った結果である C Users、u s e r s PING www.google.com www.google.com 2404 6800 400A 808 2004にピングを送信しています32バイトのデータ。2404 6800 400A 8082004からの応答、時間イコール13ミズ。2404 6800 400A 8082004からの応答、時間イコール14ミズ。2404 6800 400A 808 2 0 0 4からの応答、時間イコール14ミズ。2404 6800 400A 808 2004からの応答、時間イコール14ミズ。2404 6800 400A 808 2004 400 80 200のピング統計。パケット数、送信イコール4受信イコール4損失イコール0ラウンドトリップの概算時間。 最小イコール13ミズ、最大イコール14ミズ、平均イコール13ミズ。基本的な部分は上の例と同一だが、www.google.com からリゾルブされた IP アドレスが IPv6 の表示となっている。宛先のホストからの応答がない場合、ほとんどの実装では単にタイムアウトを表示するだけだが、一部の実装では、 タイムアウトに関する以下のようなエラー通知を定期的に出力する。エラーが発生した場合、宛先ホストや中間ルータは、ホストアンリーチャブルや TTL 行キシーデド、イントランジットなどのアイクンプ、エラーメッセージを返信する。このメッセージには、元のメッセージの最初の8バイトが含まれているため、Ping ユーティリティは、応答を発信元のクエリーと称号できる。 アイクンプパケットの一般的な構成、エコーリクエストはアイクンプ、アイクンプ6のメッセージである。クライアントは識別子とシーケンス番号を使用して応答を要求と一致させることができる。実際にはほとんどの Linux システムは Ping プロセスごとに異なる識別子を使用しており、シーケンス番号はそのプロセス内で増加する番号である。Windows は Windows のバージョンによって異なる固定式別子と起動時にのみリセットされるシーケンス番号を使用する。エコーリプライはエコーリクエストの応答として生成されるアイクンプメッセージである。規定ではエコー要求を受信した場合は必ずエコー応答を返信しなければならず、エコー応答にはエコー要求に含まれるペイロードをそのまま含まなければならない。 識別紙とシーケンス番号は、エコー要求と応答を関連付けるために、クライアントで使用される。パケットのペイロードは一般に、アスキー文字で埋められている。以下に、i c u ン p エコーリクエストの最後の32バイトの、トクプダンプユーティリティによる出力の例を示す。16時24分、47.966461、IP、トスレイ X レイ、TTL128、 IDE15103 オフセット0フラックス何プロとアイクンプレングス60192.168 146.22192.168 144.5アイクンプエコーリクエスト IDE1 シークエンス38レングス40 0x00045003c 三アフレー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  815C55C0R89216EU0X0010C0R895008004D350001002661626364M5& アブクド 0X0020 65666768696A6 ビット 6C6D6E6F7171727374F カウシムナプクスト 0X0030757677616263646566676869 ブビシディフギーペイーロードには送信の時間を示すタイムスタンプやシーケンス番号を含むことができる。これによりピングは各パケットの送信時刻を記録することなくステートレスな方法でラウンドトリップタイムを計算できる。多くのピングの実装にはフラットオプションが存在する。これは高負荷条件下でのネットワークの応答を判断する。 ために、できるだけ早くリクエストを送信するものである。このオプションは管理者特権を持つユーザーに制限されているが、標的のもとに大量のアイクムエコーリクエストが届くようにするとす、攻撃の一種のピングフラットに使用される可能性がある。ピングは、単にホストの存在を知らせることによって潜在的なターゲットとして確認されるため、セキュリティ上のリスクとみなされている。 解決策として多くのシステムにおいて RFC1122 においてホストは常に返信を返さなければならないという規定を無視して返信を無効にする手段を提供している。さらにピングによって計算されたラウンドトリップ時間は完全性チェックに欠けていることが多く、そのため過酷な環境では信頼できない。攻撃者は ほとんどのピング実装で計算された遅延を延長、または短縮する、可能性がある。ありがとうございます。